い、やってまいりました、ミザリオの音楽堂だって、ちょっとね、いつもと違う感じですが、決して、極戦ではございません。まあ、ちょっと懐かしいんですけれども、早速ゲストを、紹介したいと思います。ちなみにこの市内がちょっとキーポイントになっております。今回のゲスト、こちら、キテラレコード代表、そして、これは何ですか、生配信ですね。ポコちゃんっていう。ポコちゃんっていうね、はい、公式ダイバーでもございます。2度目の登場でございます。ゆたさんです。よろしくお願いします。お願いします。ちゃんゆたと言った方がいいですかね。そうですね。ポコちゃん公式ライバーちゃんゆたです。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてもう一方、お願いします。ボーカルいろはと言います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあゆたさんはですね、はい、まあ2回目の登場ということで、前回はもう2年ぐらい前ですか。そうですね。テートメリーで、はい、出演されて、まあその後、まあちょっとキテラレコードさんと私はね、共同主催なども昨年やらせていただいて、そうですね、やりましたね。お肉美味しかった。ああ、そうですね。ライブよりもお肉美味しかったっ、ね。お肉を焼いた方が好評だったので、うん、シェフユートさんが、ね、シェフユートさんが頑張ってくれたということで、はい、まあ今回いろいろお話を伺いたいと思います。そして、まあ一緒にね、今回来ていただいた、はい、いろはくん、ちょっといろいろお話を伺いたいと思いますので、はい、お願いします。お願いします。ではまずゆたさんですよ。はい。2つ、はい、ございます。はい。一つ目のちょっと告知、はい、これババンといきましょう。はい、はい、お願いします。2019年4月25日ですね、うん、配信日の10日後、渋谷の蔦屋オーウエストでイベントをやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、タイトルお願いします。タイトルはですね、魔女狩り1周年記念イベント魔女裁判です。よろしくお願いします。これはですね、まあゆうたさんが普段、まあホリデー新宿を中心に、主催しているイベントの1周年の記念ということですね、はい、そうですね。血のりと包帯も以前テートメリーも、あーそうですね、出させていただきまして、はい、まあお世話になっております。いや記憶になかった、すいません。あ、まあ、そうです。そうそうそう、カバーしたやん。ありがとうございます。そう、その時はね、テートメリーの曲を血のりと包帯やったりとか、うん、そうですね、見ました。あ、楽しかったです、はい、勉強になりました。で、その1周年のはい、記念主催ということをまた大きなところ取りましたね。そうですね、やっぱりちょっと記念になるようなことをしたかったっていうのと、うんうん、やっぱなんだろう、誰もやってないことをこれからしていきたい、その第一歩かなみたいな。そうですね、なかなか今主催をウエストでやろうなんていうのはちょっとなかなかないです、ね、そうですね。まあじゃあその主催の、まあ大きなイベントでございますが、はい、出演者まず教えてください。出演者、まずですね、オープニングアクトで裏物っていうバンドがいて、はいはい、ミッドガルド、うんうん、ナザレ、出たモンストロ、うん、リムーブ、リモちゃん、ハクロ、おうおうおう、雷、うんうん、お、雷、ジェシー、そうですね、あと誰だっけ、おう、あと、あと、あと、まあそんな感じです。あ、そうですね、ナザレなんかもね、最近ガッと来て、ね、ちなみに血のりと包帯じゃねえ、血のりと包帯の対バンじゃねえ、別の対バンでちょっと会ったことあるんですけど、あ、そうなんですね、はい、はい、音楽堂の出演断りましたね。ナザレは断りました。でもナザレのそのヨウさんはほら、リムーブ、そう、はい、リモちゃんのギターやってたりとかね、はい、あと雷とか今ガッてすごい激しいのやってますからね。かっこいいですからね。ジェシーも知り合いなんですよ、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。そんな、まあこのイベントね、かなり盛り上がるんで、あとケビオ出ます。あ、こっち系じゃん。はい、出ます。あ、この番組でも何度かね、出たりとかしてる、ね、ウッディ、ウッツケも、はい、その時はまた別のバンド、あとジグソーも出ます。あ、あらあらあら、はい、ディス前のバンド、そうです、懐かしいですね。ちょっと私にしてきますけど、はい、そうなんですよ、ちょいちょい対バンしてたりとか知ってるやつの方が多いんですよ、実は、はい、なんで自分としても、あとこの番組でもゆかりのあるなんかバンドも結構出てたりとかして、リモさんとかウツケとかだったりとかもするんで、ね、まあちょっとぜひ興味がありましたら、というよりかはもう4月25日はぜひ来ていただき、フルエフェクトも出ます。あ、つねちゃん、そうですね。ちなみにフルエフェクトの時ちょっと1曲だけ僕も出ます。あそこいろいろ携帯を変えてね、やってたりとかしてるんで、そうなんですよ、バンドスタイル、ソロスタイルだって、つねちゃん何気に血のりで5回ぐらい対話してる、結構してるんですよ、いろいろと好きなんで自分。ちょっと包帯は僕のイベント全然出てくれない。いや、そんなことそんなこと出てます、山ちょっとのチクチクの出てますよ、出てますかね。まあそんな、イベントなんですけれども、チケットの購入方法とチケット料金をお願いします。はい、チケットペイのみですね、うん、で、4000円、うん、で当日券が4500円なんですけど、うん、とりあえずチケットペイ買ってくれた方が、そうですね、それ で、ね、チェックしていただければということですね、はい、では、改めてスタートオープンも教えていただけますか。4月25日、結構早いんですよね。ほうほうほう、
オープンが2時半だったかな、昼間ですね、はい、スタートが3時だったと思います、はいはい、まあでもそんだけね、たくさんの出演バンドがいるということで、もぜひチェックして、もこれはぜひ行くべきだと思います、よろしくお願いします、はい、ぜひぜひチェックしてください。そしてもう一つ、はい、告知するべきことありますね、ウエストの次。そうですね、5月14日にホリデー新宿で、はい、ちょっと僕の大好きな、一番大好きな先輩の、うん、まあ、シャルロットってバンドがいるんですけど、はい、その、まあ、コピーバンドをちょっと3年前からやらせていただいて、はい、の、 あのイベントがあります、はい、シャルロット、はい、まあ、ちなみにこの市内がポイントとなるのはそこなんです。まあね、私、はい、2年連続であのわけわかんないパフォーマーをやらせていただいてるんですけど、そうですね、よくやりますね、私もって。いや素晴らしいです、素晴らしいです。まあ出るか、でまだ今年は分かんないですけど、多分、あ、出ないですか、どうなんですか。いや全然どっちもいいですよ、シークレット、シークレットにしておきましょう、なんですけど、まあね、シャルロットもう、知ってる方もメジャーデビューして、キングレコードでそうですね、やってました、バンドでして、まあ学園ものだったり元祖炎上バンドといっても、あ、そうなんですね、あと元祖解散詐欺バンドとかいろいろ肩書きあるんですよ、なんか全員メンバーが口ピしてるのを初めてみたいなのがありました、ね、とかチェキを売り始めたのも実は、あ、そうなんですか、はい、時期が被ってるんですけど、なんかループアッシュかシャルロットかどっちかみたいな、シャッフルを始めたのはループアッシュ、でもチェキ販売したのは確か十何年前なんです、すごい、実はそんなのがある、そのシャルロットのコピーバンドで、今回、スペシャルゲストがいるということで、そうです、ね、お願いします。3年前からベースのルカさんはちょっと出てくれてたんですけど、うん、今回ちょっとルカさんがフル出場してくれて、全曲弾いてくれるってことですね。で、今回ドラムの高根さんが初登場してくれます。クレアドルンですよ、懐かしい、全然わかんないです、わかんない、シュラの人と、はい、D の秀蔵さんが一緒にやってた、やってたって言ってました、はい、それのきっかけでループアッシュ作ったんですけど、作った途端に僕たち解散しますってみちるさんがブチ切れたらしいですよ、切れないみちるさんがいい加減にしろと、俺美容師まで辞めてレーベル作ったのに解散するとはどういうことだってのがクレアドルーン、で後にシャルロットになったり D になったり、ね、シュラになったり、みんなそれぞれブレイクした、そうですね、すごいっていうのの、その高根さんがいたシャルロットってことで、そうですね、シャルロットをやると、やります、これ全何曲やる予定ですか。10曲ほぼワンマンですよそれ、はい、ほぼワンマン、それをやるというのはね、ちょっとぜひぜひこれもチェックしていただきたい。そしてもしかしたら私もまた学校の先生役で市内振り回してるかもしれないです。そんなスペースあるかな、そう、ホリデー、ホリデーあるある、全然ある。今回のそのセットリストがお客さんからのリクエストでほぼ構築されてるんで、うん、かなりちょっと僕も初めて、まあ定番もあり、もちろんね、カンパクももちろんありますし、コールもできるわけですし、カラオケにも入ってないやつもあるし、うん、そうですね、はい、あとゴーゴーブサイクなんてみんなでコール&レッドフォームスが ね、おなじみの、これもぜひぜひ、見に来てほしいというのがあります。見に来てほしいですね、はい、で、こちらの、チケットの、はい、購入方法と、そうですね、料金もお願いします。こちらはもうバンド予約と当日券のみにしようと思ってまして、うん、はい、で前売りが3500円、当日が4000円になってます、はい、リンク代別です、はい、ということですので、こちらもぜひホリデー新宿、まあ、チェックしてくださいということで、お願いします、はい、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます、まあ、ゆたさんのインタビュー、はい、まあ、来たんですけども、まあ、いろいろ、あともう一つ、そうだ、大事なこと忘れてました、はい、今生配信してるじゃないですか、これの告知もちょっとしましょう。ああ、ぜひ、ありがとうございます、はい、今DNA さんがやってる、うん、ポコチャっていう配信アプリがあるんですけど、うん、そちらの方で事務所所属ライバーという公式ライバーとして今活動させていただいてます、うん、ぜひね、ポコチャでアプリ取って、うん、ちゃんゆたで検索よろしくみたいな、おーしてますね、これはしないかって、俺俺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 、これは、ちゃんゆたはどう、何、ひらがなかって、ひらがなです、はい、全部ちゃんゆたで検索すれば、まあ、生配信の画面で見れます。実はこの間私も乱入しましたので、ちょっとだけ、え、そうなんですか、あ、しましたしました、僕が配信してる時ですね、そうです、はいはいはい、勝手に乱入しました、はい、まあそんなんで、それもぜひチェックしてみてください、はい、ありがとうございます。では続きまして、もう一人、はい、今回来ていただきました、はい、ご紹介改めてお願いします。はい、ボーカルイロハと言います、よろしくお願いします。はい、番組初出演と、そうですね、初めてなんで、すごくドキドキ、すごいしてるんですけど緊張で、はい、じゃあ改めて自己紹介ですね、お願いします、名古屋中心の方でちょっとセッションを今やらせてもらってるんですけど、
まあ、大阪と名古屋のみしか今やってなくて、うん、最近上京して都内の方にちょっと来させてもらって、うん、いろいろ刺激をもらっている毎日です。なるほど。じゃあ、まあ、現在は、まあ、名古屋、大阪を中心に、まあ、セッションイベントなんかも出演して、はい、それで東京にいよいよ来てこれからっていうところで。そうですね、本当にこれからっていうところですね、はい。で、こういうじゃあ番組出たりするのも実は。そうなんですね、実は初めてで、もう何も経験ない状態なんで、すごくもう緊張でやばいんですよね。その割にはしっかり喋れてます。そう、本当ですか。ありがとうございます。では、そんな、まあ、僕、三田さんね、推薦ということで、彼との出会いをちょっと。彼との出会いどうぞ。ちょっと説明します、はい。新宿ヘッドパワーさんのとこで、まあ、ライブハウスのとこにあるんですけど、はい、まあ、ゆうたさんが、うん、ザンバイキをあさってたんですよ。下のあれ、小銭入れの。小銭入れ、あれ、下よくね、落ちてるやつ。そうなんです、まあ、正確にはもう下ですけどね。昨日下をあさってたの、はい、まあさってました。こんな方があさってるんですよ。なんで、話しかけるじゃないですか。まあ、そういう話、まあ、こんな髪の色した人が確かに。お金落ちてますかって話しかけてきてくれて、まあ、10円と100円なら落ちてるよ、みたいな。まあ、500円落ちてないですからね。バンドやってますっていう感じで。そんな流れで。そんな感じですよ。そんな感じでした。そんな感じで出会って、今回その、ユダさんの推薦で、今後のね、活躍も、まあ、すごい期待できるぞというところが深く込められてるわけですね。そうですね、パートも同じだったし、うん、そうですね、運命的なものかとかし、そうですね、運命ですね、メンヘラだしね。そうですね、イエーイ、メンヘラ同士はそれ何をし始めるんですかという感じで、はい、まあ、じゃあやっぱまあそのキーワードになってるじゃあメンヘラっていうのはやっぱりまあ今やってセッションにもちょっと反映されてる感じですかね。そうですね、もうメンヘラ中心でやしまってるんで、まあ今の時流っていうかね、そういうところでメンヘラとかいうのがキーワードとなってそういう曲をやっぱり、ね、うん、となるとやってる、まあ、セッションですとかカバーとかコピーなんですけどやってるバンドさんっていうのも、そうですね、 RCA さんだったり、うん、まあ、さ、そのシニミーさんだったり、はいはいはい、ね、今のそう闇を持ったね、そうですね、闇を持った曲をじゃあやったりしてる。そうですね、やらせていただいて思います。なるほど。じゃあその、まあ、セッションの情報なんですけども、はい、次回のライブ情報お願いします。はい、次回なんですけど、うん、ウエストさんとちょっとかぶってるんですけど、4月25日にあのホリデーネクスト、うん、名古屋さんの方でライブがあります。あ、じゃあ名古屋の方ね、ちょっとウエスト行けないって人はもしかしたらいろはさんの、そうですね、まあ、でも東京の人はもうウエスト行ってます。押すね、そういうところはちゃんと。うまいね、押しますよ。押しますよ。名古屋の方にも、まあ、ぜひ来てもらいたいんで。なるほど、名古屋の方はぜひおいで。その時は曲はなんか決まってますかね、セットリストは。そうですね、もう決まってますね、うん、R 指定さんとか。そうですね、R 指定さんだったりも、うん、シーミーさんの、もう中心、もうそこ中心でやらせてもらってます。ということですので、そちらもぜひチェックしてくださいということでして、もう喋ってるんですけど、絶対まだ喋り足りないでしょ、あなたは。そうっすか、うん、そんな顔してますよ、絶対。そうっすか、本当、僕は何でも喋れますよ。いや、ほらね、なんですけど、まだまだ実はちょっと時間あるんで、はい、今後の展開、目標なんかをいろはさんに聞いてみたいなって。確かに確かに。これは聞きたくないですか、ゆうたさんも。聞きたいです、僕も。なので、ぜひちょっとお願いします。そうですね、今ボーカルちょっとやらせてもらって、まだ半年ぎり経ってないんですけど、うん、まあ、これからね、まあ、いろんなライブとかたくさんして、まあ、まあ、まだね、あの本番組んでないんで、うん、本番組んで、まあね、うん、あのどんどん大きなバンドマンになりたいんで、うんうんうん、そうですね、目標はじゃあ本番をまずはまあ、ね、年内ないし、ちょっと近々組んで、はい、そうですね、ちょっとのし上がっていくぞと。そうですね、ございますね、ありがとうございました。ってね、はい、ありがとうございます。ございます。僕も目標ありますよ。お、目標、はい。僕も来年にちょっとゼップで絶対イベントやりたいと思ってます。ゼップダイバーシティですか？ダイバーシティ。おお、でっかく攻めたい。1000人入りますよ。1000人。いや、2400人って書いてありました。ありがとうございます。では、お時間となってしまいましたので、はい、最後に、まあ、軽く自分のツイッターとか告知を。ツイッターですか、はい、ツイッター別にあんまないですけど、うん、とにかく今配信をやってるんで、うん、ポコちゃんの方ぜひ検索してください。イベントの方にもね来てください。よろしくお願いします。でもお時間でございます、はい、またぜひ遊びに来てください。で、いろは君はバンドを組んだら今度は、うん、音楽のまた出てください。はい、ぜひちょっとよろしくお願いします。音楽堂のビザ料理に出ましょう。はい、逆ですということで、ゲストは、ゆたさんと、いろは君でした。どうもありがとうございました。それではミザリオの音楽堂、また来週。また来週。
Tokyo Borderless TV